これってもしかして、早く参りましょう。もう耳元で怒鳴らんといてえな。さて、あの子はどこに。なあなあ、ドン太郎でお茶飲んでから行かへん。うち喉渇いてしもて。なんですって。なんでもないです。だよね、黒いの。うち喉渇い、しー、あとで買ってあげるから。頼むから刺激しないで。分かればよろしい。参りますよ、陰樹。お嬢様、どうか今しばらくお待ちを。いいね、やっちゃえ。おっと、やる気じゃん。よーく狙ってアイテムゲット。余裕余裕。一度した玉切れか。一玉切れか。来てる。なぎ払えってね。逃がさない。よーく狙って。来てる。玉切れか。玉切れか。一度引く玉切れか。来てる。玉切れか。玉切れか。今ならいけるんじゃない。もうそろそろ打てなくなっちゃうみたいだけど。少しよ、逃がさない。
一度引く。逃がさない。よーく狙って。たまぎるか。一度引く。よーく狙って。いいね、やっちゃえ。もう終わったの？ぶっぱなしちゃって。たたまぎるか。来てる来てる。たまぎ、一度引く。いいね、やっちゃえ。その身で上がな。今ならいけるんじゃない。冷静に行こう。その身で上がれ。一度引く。た、一、玉切れか。た、玉切れか。一度引く。玉切れか。玉、一度引く。もうそろそろ打てなくなっちゃうみたいだけど。これならどうだ。冷静に。そろそろ毒の補充しなきゃ。よーく狙って。これは。一度引く。逃がさない。逃がさない。なになに、見せて。た、一度引く。ぶっぱなしちゃって。たまぎるか。たまぎるか。たまぎるか。た、たまぎるか。今ならいけるんじゃない。
そろそろ毒の補充しなきゃ。これならどうだ。よーく狙って。一度引く。来てる来てる。一度引く。その身で贖え。お疲れ。これは。これがあの子。どう見ても白銀じゃん。おかしいなあ。うちが食べきったはずなんやけど。おかわり自由的なビュッフェやろか。いいえ、私にはわかります。これはお嬢様の気配。白銀の残骸とお嬢様の妄念が融合しているようです。嘘でしょ。なんでそんなことに。ああ、救済を。とにかくおとなしくさせなきゃ、あの世が壊れちゃう。行くよ。いただきます。一度引く。一度引いた。一度引く。たまぎれ。一度いったまぎれか。たまぎれ。たまぎれか。一度たまぎれか。たまぎれ。たまぎれか。玉切れか。うん、えらいえらい。ああ。よし、浄化完了。だけど、お待ちください。このままではお嬢様まで消えてしまう。大丈夫大丈夫。ほら。うちにはこの人がいるやん。うちの時みたいにそのとっくりで吸い上げたらいいんちゃう？あ、それってナイスアイデアじゃない？やるじゃん黒いの。おおきに。褒められるのって嬉しいわ。でもうまくいくかは半々やと思うえ。この小さい子だいぶボロボロやもん。お願いします、インジュ。
あら、また毒沼が発生したようですわね。やったー。ほな、今度はうちと行こう。冗談はおよしになって。あなた、前の浄化でもしゃしゃり出てきたでしょ。いい加減、こちらもこの狭い容器の中で空いておりますの。さあ陰獣、その醜い肉体を私に。醜いなんて言われて貸しとうないよね。それはあれです、私の様式美というもので。ああ、ツンデレっていうやつ？違います、私にデレは存在しません。未来永劫、ツンのみで。私が行くわ。お、お嬢様、いけません。怪我でもしたらどうなさるおつもりですか？あなた様に一かけらでも傷がついてしまったら、私は。なんや、興奮してへん？何でも性癖につなげるのはあかんよ。はいはい、喧嘩は後ね。早く浄化に行かなきゃ、現世に溢れちゃうでしょ。いややわ、この制裁面。してないし、そんな、お嫁さんとか、熱々の新婚さんとか、そんな言うてへんよ。お顔が真っ赤ね。だけど娘の言うことも一理あるわ。毎回そうだ、いいことを思いついた。みんなで少しずつ鋼鉄種の体を借りて一斉に実体になるのはいかがかしら。そうすればみんな仲良しこよしよ。それはいくらなんでも。さすがお嬢様、素晴らしい発案です。今期の平和賞はあなた様のものですわね。出た、ちびっこの言うこと何でも肯定マン。けど体は一つやえ、分け合うって言うても。ほな、うちはお尻貸してもらおう。うわ、では私はお手手よ。ふん、それでは私は。もうダメに決まってんじゃん。この子は全部、あたしのなんだからね。